先ほどここら辺でね、誰かがね、猫ちゃんにご飯をあげてたんですけどね、まあ、自転車でね、そこら辺僕一周回って、いろいろちょっと見たんですけどね、昨日はね、友達が、周辺を見ましてね、まあ30箇所ぐらいあったらしいですね。で、僕の友達が昨日ね、ほとんど処理してくれたみたいなんで、多分ね、今日もないと思うんですけどね。なんかでもね、さっきここら辺でね、親子がね、猫ちゃんにご飯をなんかあげてたような気がするんですよ。多分これですね。よいしょ、よいしょ。多分これですね。ちょっとかわいそうですけどね。まあ多分猫ちゃんもね、もういないと思うんですよ。ほら、右見てもね、こう、そうですね、もういないんで、ごめんね、猫ちゃん。猫ちゃんもしいたらごめんね。まあちょっとこれね。二つもこれちょっと処理しておきますね。多分いないと思います。だいぶ、そうですね、乾いてるんで、多分さっき揚げたてでしょうね。まあ、10分か20分前ぐらいの話やったんでね。でもね、ここと、もう一箇所ね、まあちょっと、あったんですけど。まあ、昨日ね、さすがに友達が初めてやったのが30箇所あったっていうのがね まあ僕も驚きですね。やっぱね、そんだけみんなね、猫ちゃんが好きなんですよ。僕もね、猫ちゃん好きなんで、なんかね、さっきここら辺でもね、この角っこぐらいにあげてたんちゃうかな、思ったんですね。まあ、まず一つ見つけて、まあ、これもね、多分食べた後やと思うんですよ。どう考えても空なんでね。なんかね、ここら辺ね。あげてたような気がするんですけどね。なんか親子がね、違う親子がここでね、しゃがんで猫撫でてたんでね。まあ、ほんま撫でてるだけかもしれないですよ。なんでもね、疑ったらな、感じね。それっぽいから、じゃあそういうことしてるからってね。あとね、ご飯をあげてるから僕ね、もうその人注意しようとか思わないです。ご飯をあげてね、そのご飯がね、あげた後、そのあげた人がいなくなってから処理しますね。まあね、口で言う、うまいこと言えないんですけど、やっぱりね、まあその人からしたら気持ちよくあげてるんだね。僕がそこ通るまでね、あともう一箇所で親子がね、しゃがんで、なんか猫ちゃんをね、こう撫でてただけやとは思うんですけど、なんかね、ここら辺の通りがね、その猫仲間が多いらしいですね。ここは確かね、墓地かなんか、ちょっとね、あんま映していいもんじゃないですけど、墓地的なものがここにね、ありまして、まあまあ、こういうのは映していいもんじゃないんですけどね、よく言うでしょう、こういうね、墓地とか、お寺さんの周りはね、猫ちゃんが多いみたいなね、誰もいじめる人がいないんで、そういう場所はね。これ、多分そういうところに妖精猫ちゃんが集まると思うんですよ。ないと思いますね。結構いろんなとこで、回って、まあでもね、僕も昔ね、猫ちゃんにご飯あげてたんで、一緒なんですよ。50歩100歩なんでね、一緒です、一緒です。回数が多いか、量が多いかっていうだけでね。これ思い出したんですけど、ここです。
ここでね、今年の2月かな、トラ猫ちゃんがね、ここでお亡くなりになってました。ちょうどここです、確かね。なんか、似た雰囲気あっちまで続いてるんですけど、いや、ここですね。うん、確かここです。僕覚えてます。ここでね、お亡くなりになってね、多分ね、ご飯もらってなかったんちゃうかな。だからね、僕がね、さっき引いた、こんなにね、ご飯を引くのもかわいそうなんですけどね。確かここやったと思います。その時もね、僕は環境事情局に電話かけてね、取りに来てもらいました。ね、まあ今何もなけりゃいいんですけどね。それとね、まあ今回たまたまなんですけど、まあこの僕が引いたこのご飯のトレイをね、こんな感じでね、猫ちゃんがかなりね、完食するぐらいのご飯の量と、まああともう一つはね、それプラスさっき言ったね、この入れ物をね、あげた人が必ず処理をするのに、それをしてたらね、町内の人も怒らないと思うんですよ。それをしないから怒られるんですよね。あとね、もう一個紹介したいのがね、ここ。ここはね、よくね、生まれたてのね、猫ちゃんがよくここね、うろちょろしてるんですよ。うん、親猫もいるんですよ。うん、いるんですけど、急にないですね。いたらこれ、ノラちゃん紹介してあげたかったんですけどね。これ、ここのね、細いこの下の方にもよく入ってるんですよ、子猫がね。親猫はさっきのあっちの方から入っていってるのかな。うん、かわいいですよ。ね、今日も、こんな感じですね。はい、今日はね、ちょっと猫ちゃんでね、ご飯の入れ物のね、見回り、これで終了させていただきます。